おはようございます。簡単マイコン教室、おちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今はですね、マイクロビットから加速度センサーの値をシリアル通信で出力して、それをウェブブラウザー上の A フレームっていうフレームワークを動かしながら取得して、立体モデルを動かしたいなっていうのを撮っているシリーズです。で、前回進んできて、やっと A フレームのプログラムですね、こちら側で動いていて、で、これコンソール画面を開いています。で、こうやって、クリックして、こう、マウスというか、このセンターのポイントがこのブロックに当たっている状態で、クリックをすると、このマイクロビットと接続画面が出てきて、で、接続すると、マイクロビットから出力されているコンソールデータが取り込まれて、で、一応それをテキストと数値とに分けて取り込めると。ちょっと今日外付けカメラないんですが、こうやってまあマイクロビットを動かすと、それに合わせて、一応表示も変わっているというところまでが前回でした。はい、で、マイクロビットに書かれているプログラムはこういう形で、X、大文字の X で、コロン、加速度の値というのを1行ずつ書き出して、順次取り込んだものを表示されていると。だから、XYZ、XYZ という形で、周期的に表示されているということになります。はい。はい、で、そのプログラム自体は私の GitHub のウェブサイトっていうところの JavaScript の中に、まあいろんなものをここにアップロードしてるんですが、これの中のシリアル通信の中の07というのを見てきました。で、これがさっき動かしていたプログラムで、07で、ここはいいですかね。この値で値数値の XY に直したり、変数名を取り出したり、で、そもそも変数名の後ろについている数値が何かっていうのを取り出して、で、それぞれに、if 文か何かで分解しながら、ここですね。ここで文字を一つ取り出して、で、数値取り出して、XYZ でそれぞれの値に入れて、コンソールログで書き出しているというところまで行きました。で、これをコピーして、8番を作ろうと思うんですが、すでに8は作ってあったような感じがします。まあ、勉強しようとして、クリエイト8だけ作って、これをコピーした状態で、全く同じものの状態になっているというところまでで終わっていたと思います。で、今日はこの8を、なんかこう動きに変えたいんですよね。エディットに入って、こう動いていて、これですよね。AL セットアトリビュートスケールをこんな風に指定してあげると、比率が変わって、っていうのができるので、これが何かうまいことできないのかなと思ってるんですね。1000倍とかにすると大きすぎるとは思うんですけど、これをなんとか作れないかなと思ってるんですよね。で、この形式が文字列ではないので、ここでずっと XY コンソールログって取っているので、ここでこれができれば、これをリアルタイムで動かすことができれば動くんじゃないかなと思ってるんですね。
ここだけ何か作れれば。で、これが多分 JSON 形式とかという形だと思うんですよね。ちょっと準備します。はい。で、実は私自身もこの JSON データっていうのは形の話は、そういう形式だっていうのは知ってるんですけど、自分でプログラム作れるほどよく知らないんですよね。で、ググって、調べたら、なんか広告消えてほしいですよね。ちょっと待ってくださいね。広告消してみます。はい、広告を消してきました。また少しすると出るかもしれませんが。で、JSON 形式っていうのはさっきちょうど見たように、こう、鍵括弧みたいなんでくくって、こんな形があって、変数名みたいなのがあって、コロンがあって、値があって、カンマで区切ると。まさにさっきそうなってたと思うんですよね。私自身が作ろうとしてるここなんかが、これ多分これだから JSON 形式で書かれていて、この形をうまく作れればいいということで、このサイトを見つけてきました。で、問題点、こういうふうにしたらいいんだけど、作り方がわからないと、私の悩みそのままですよね。で、それを紹介してくれていて、まずスクリプトでバーでデータっていうのを作って、で、データの中にこんなふうに入れると。で、それを JSON データっていうのに変換して、こうしてあげると JSON データができるので、この JSON アンダーバーこれっていうふうになるので、ちょっとこれを一回このままコピーをして、これままコピーして、これをちょっと部分的に埋め込んでいこうと思います。どこに入れるかっていうと、まずは変数定義してるここに入れてみようと思うんですよね。ここにビット張り込んで、で、ここで、よいしょ、ほら、ここで、よいしょ、で、ほげほげ作っても仕方がないので、ここが X ですよね。で、ここが Y で、これが Z で、ここを今定義してる NumX、NumY、NumZ というふうにしてあげればどうなのかなと。これで JSON データコンソールっていうのができるので、これで Welcome to Microbit の後に JSON 形式のデータができて表示されるっていうふうになると思うので、これがまず走らないと話にならないので、一度これをコミットして8番ということで、これで JSON 形式のデータができるかというのを試してみようと思います。はい、これでデータを作りました。で、これ少し反映に時間かかるんですよね。と、反映されたことが分かるようにという仕組みを盛り込んでないんですが、プラスが出てくるんですよね、カーソル反応。と、タイトルに。タイトルちょっと変えましょうか。タイトルを JSON としておきます。はい。これでコミットして JSON と出れば必ずこれで反映されているということになるので、これで、はい、一度このプログラムを止めて、閉じます。この URL を、今7番見ているページですから、この7番の URL をコピーして、コントロール A でコピーして、で、これはもう閉じちゃいます。はい。で、新しいページを作って、で、ここに貼り付けて、8で呼び出しましょう。8で呼び出します。
でもまだここプラスカーソラーなんで、ちゃんとしたプログラムになってません。ちょっとここの表示が変わるまで待ちましょう。今これで JSON カーソラーになったので、これで反映されていると思うので、これで戻して、で、右クリックで検証でコンソールを表示して、で、ここをコンソールに切り替えると、今ここにちっちゃいですが、XW コーテーションコロンってなっちゃってますよね。見えますかね？このコンソール画面、こっちは比率変えれるんですが、コンソール画面が切り替えれなくて、これ X コーテーションついてるのはダメですよね。これちょっと直しましょう。コーテーションは欲しくないので、プラスと。コーテーションなく、これじゃあこうでいいのかな？これはこれでなんかやばそうな気もするんですけど、これで一回、コミットし直して、これでコミットし直しました。で、また8番に戻ってタイトルにプラスがつけば更新されているということなので、ちょっと待ちましょう。で、プラスがついたので、プラスがつきました。これでいけるかと思ったんですが、ちょっと見ていただくとエラーになっちゃったんですよね。赤い文字が出ていてエラーが出ています。ということで、エラーが出るとどうしてもダメなので、やっぱりダブルコーテーション消すとダメなんですよね。ということは、シングルコーテーションか。この辺り場当たり的であれなんですが、ちょっとシングルコーテーションでダメだったら、ちょっとまた考えないといけないですよね。これでいかがでしょうか。ダブルコーテーションにするとダブルコーテーションが出たんで、で、それとここの反映をプラスプラスにシャープにしましょうか。シャープ、プラスプラスシャープ。シャープをつけました。これで、ここがシャープになるのを待ちましょう。シャープになりましたが、拡大して見直すと、元の木阿弥で、またダブルコーテーションついてるんですよね。ちょっとちっちゃくて皆さんには見えないのかもしれませんが。と、コントロールを押しながら、ちょっとさすがに、おっと、画面が消えました。ちょっと待ってくださいね。こんな感じでダメなんですよね。どうすればシングルコーテーションになってくれるんですかね。文字列として入れてみましょうか。これがアレイだとすると、0、1、2じゃないかなと思うんですよね。で、これで、シングルコーテーション A コロン、プラス、これでダメなのかな。なんかこのあたり、JavaScript の文字の扱いを知ってる人から見ると、それぐらい勉強してから動画撮ったらって言われそうな感じですが、これで数値の足し算なので、ちょっとここが気になるんですが、ちょっと調べてみましょう。
はい、ちょっと JavaScript の文字列の演算をググって出てきたサイトです。と文字列を結合するって、割と簡単に結合できるんですよね。文字と文字が結合できるのはプラスでできるって知ったんですが、数値と文字と足してもこんな形で足し算されるみたいですね。で、こういう true か fail かなんかもこんな風に足し算されてるし、こんな形で数字に、中に数字があっても結合されてます。で、こんな風にすると足し算してから文字列足したりっていう風になっているので、で、最初に文字列があるとここの足し算は文字の足し算になっているとか、そういうことなので、今回今私がやっていたこれはこれで文字で数字が来たら足し算されて入っていくと。で、これアレイなんで0、1、2に入れておけば1、2、3番になるんじゃないかなと思うので、これで、JSON シャープのプラスプラス、全角じゃなくて半角にしてみます。アスタリスクにしますか。アスタリスクにしてコミット。はい、もう動画は20分、15分は超えましたね。はい、これで同じく、このプログラムの URL ですね。ここをアップにして、ここが、はい、アスタリスクになるのを待ちましょう。いちいち GitHub にアップしなくてもよかったんですが、ちょっと一旦止めますね。はい、できたんですが、さらに複雑になりました。と、今日はこの辺りにしておきましょうか。はい、結果を見るとですね、0ってやると0コロンこれってなったので元の木阿弥になっちゃってます。で、ダブルクォーテーションをなんとか外したいっていうのが、うまくいっていないですよね。もともとの JavaScript のこのページでやると、この点々がついたやつを作りたいってなっているので、合っている。こだわらず点々がついているままで一回 A フレームが受け付けてくれるかっていうのを試してみてもいいかもしれませんね。もう一つ検索してみますか。ダブルクォーテーション、オブジェクトから要素、これではないと思うんですけどね。ダブルクォーテーションってついていてもいいんですかね。ヌルおよびカラの配列。JSON 形式はこのような形になりますって、ダブルクォーテーションついているのが標準なので、もしかすると私自身が A フレームの受け渡しが JSON でないのかもしれないですね。JSON 自身、ちょっとこれがこのサイトの原文のようなので、こんな風に渡してますよね。これを作りたいんですよね。アウトプットはこれになっちゃう。ちょっとダブルクォーテーションにこだわらず進めていってみるのがいいかもしれません。じゃあちょっといろいろやったので、この続きは明日にさせてもらおうと思いますが、8番自身をなんか変なことをしたので元に戻しておこうと思います。結局一番最初のでよかったのかもしれないということで、ジェイソンノーマルと。
で、ここが、ここが、こうでしたか。これで、一番最初のプログラムは何も疑わずこれでやってみて、A フレームの方でダメだって言われたらちょっと考えることにして、これで進めていきましょうか。はい、これでコミットを押しておきます。はい、今日ももう20分経ってしまいました。一番最初やった形でもしかしたらそのまま A フレームの方に進めばよかったんですが、ダブルコーテーションのあるなしにこだわってしまったので、ちょっと深みにはまってしまいました。これ以上深みにはまるのも嫌なので、一旦一番最初ですね、今日のトライ&エラーは何だったんだろうということかもしれませんが、まあ一番最初の状態の定義に従って JSON 形式で一度スケール分ですね、 A フレームのスケール分の値として投げてみようと思います。 A フレームがそのデータの形じゃ処理できないよって言ってくるんであれば、まあちょっとそれはダメなのかなということで考えないといけないかもしれません。はい、今日はここちょっと歯切れ悪い感じですが、まあ、形式としては JSON 形式の変数にはなっているというところができたので、まあ、今日は JavaScript の JSON の勉強してみましたという形ということになると思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はマイクロビット、木金土は WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.